永野芽郁主演の月9ドラマ、君が心をくれたから、が1月8日より放送開始、宇多田ヒカルが23年ぶりに月9ドラマに主題歌を書き下ろしたことでも大きな注目を集めていたが、その第1話内で主題歌タイトル、何色でもない花、と、その音源が初公開、楽曲を使用したドラマの特別映像も公開された。今作は、永野さん演じる主人公、相原飴が、かつて心を通わせた男性、朝の太陽、山田裕貴、のために自分の、心、を差し出す宿命を背負うことから始まる、過酷な奇跡、が引き起こすファンタジーラブストーリー。第1話の物語の終盤、太陽が雨に心を惹かれていく様子が描かれた場面で、宇多田さんによる主題歌、何色でもな、い花、が公開。主人公たちの気持ちに寄り添った楽曲が劇中で流れると、SNS 上でも大きな反響を呼んだ。なお、本楽曲は2月12日に配信リリース予定。さらに、主題歌のショートバージョンを使用した、君が心をくれたから、の特別映像もフジテレビ公式 YouTube にて公開中となっている。第1話では、人に心を開けないでいた主人公、雨と、彼女に思いを寄せる男性、太陽の二人が心を通わせていく恋愛模様が描かれ、SNS でも二人のピュアな姿に大きな反響があった。さらに謎に包まれてきた、過酷な奇跡、とは、事故に遭った太陽を救うために、雨が自分の、五感、を差し出す宿命を背負うということが分かった。雨と太陽、マダクの名前を持つに。人は、この、過酷な奇跡、にどう立ち向かっていくのか。宇多田さんからは、こんなにストレートなラブソングを書いたのはいつ不利だろう。何かを信じることが怖い人に届いてほしいです。とのコメントも到着している。君が心をくれたから、は毎週月曜21時からフジテレビ系にて放送中。